白山神社は、高知県土佐清水市足摺岬に鎮座する神社。四国八十八箇所第三十八番、二所金剛福寺の奥の院である白光権限を合示する。イザなぎの命、イザナミ命を祀る。白山権限と称し、加賀国の白山姫神社を肝心し、白山道門の頂上に祀られていた。金剛福寺の守護神の一つで、土佐藩主山内氏が崇敬し、 藩主が社殿の修復に関わったとの記述が今後福寺の胸札に伝わっている。大正5年に白尾山上にあった白光権源と合祀され現在地に遷座した。以後、足摺岬集落の氏神となっている。現在も旧鎮座地に白山本宮として祠が祀られる。旧地への参道の上部は岩場となっており、 手すりや鎖場が設けられていないために、遊歩道脇にある鳥居より、はるか廃するよう呼びかけられている。元来は、金剛福寺が創建されたとされる、平安時代初期の公認13年に、白王山真言主源寺として創建された。現在地の北方にある白王山の山上にあって、白光権元を本尊として祀っていた。明治初期の神仏分離令により、廃寺となり、 里山の神社と称した。ありがとうございます。